2020年、現代ビジネスで反響の大きかった経済、ビジネス部門のベースト記事をご紹介していきます。11月30日掲載、新型コロナ、日本の満員電車でクラスターが起きない意外なわけ、をご覧ください。新型コロナウイルス感染症が1月に日本に流入してからすでに丸10ヶ月が経過し、今再び第3波といえるような事態が起きている。この間、コロナウイルスについては様々な研究結果が発表されているものの、その量はあまりにも膨大な上、報道などで伝えられるのはその一部で、その一部すら日々終えていない人がほとんどだろう。そこで、この感染症治療の最前線にいる国立国際医療研究センターの国際感染症センター国際感染症対策室医長で感染症専門医の忽那賢二氏へ緊急インタビュー。新型コロナについて現在まで分かっていること、分かっていないことを整理した上、第3波とも言われる状況下にあって、今知っておくべきことを掘り下げた、本インタビューは11月18日時点までに行われたものであり、その時点での知見に基づいている。気温の低下は大きい。日本国内での新型コロナウイルス感染症、COVID-19。の流行については、3から5月の感染者急増と緊急事態宣言が発令期間を第1波、そして6月下旬から再び感染者報告が増えてきて8月をピークにした第2波、そして11月に入ってからは第3波とも言われる感染者の報告が急増していますが、夏にかけての第2波は8月をピークに徐々に収束に向かいつつあったものの、なかなか収束しきれずにくすぶっていました。いわば感染者が減少する要因と増加する要因が拮抗する綱引きのような状態だったわけですが、ここに来てそれが増加する方に大きくバランスが崩れてしまったようです。この原因は今のところ明確ではありませんが、寒さが増したと雪コーマと要因や感染症対策に関するちょっとした油断などが重なってしまったのだと思います。